はい、皆さんどうも、橋本でございます。今日からスメタナ交響詩我が祖国より第4曲ボヘミアの森と草原からの解説に入ります。この曲は第2曲のブルタバーに比べるとそれほどヒントは少ないんですけども、単独で演奏される機会もあります。で、ベースパートはポジションがかなり難しい部分が出てきますので、そこに重点を置きながら解説していきたいと思います。1回目の今日は冒頭から73小節目までを解説していきます。まず冒頭は4分の2拍子、四分音符イコール52ですが、モデラートのテンポというふうに考えてください。まずはボーイングですが、スラーを一指として、ダーノからの指順で弾いていただいても構いません。で、ただ、フォルティッシモで、後半途中にはフォルテ3つの部分も出てきますので、もうどうしても音量が稼ぎにくい、ボーイングでもあります。で、それを解消するために途中で替え身をするというボーイングがありますが、その場合はちょっと特殊なボーイングとなります。で、まず最初に弾きますと、最初は、ここはダーノになります。最初の3つをダウンと弾いて、で後半の1つをアップとして弾きます。でそしてその次の後半のフレーズは前2つをダウンで左右2つをアップという形になります。もう一度弾きますと、途中で回路する場合はこのようなボーイングを取っていただきたいと思います。今のボーイングを選択する場合は後半に出てきますフォルテ3つ21小節目以降までそのボーイングで弾いていただいて、で25小節目からディミネートがかかりますので、後半ですなわち28小節目29小節目あたりで本来 のダウンからの指順で戻していただきたいと思います。続いてポジションを説明していきます。で基本はこの弦のオクターブが出てきますので、この第2ポジションを使って基本はこの同じポジションで取る形になります。で真ん中の D なんですけれども、これをアー線で押さえるのか、で開放で取るのかっていうのは判断が分かります。どちらを選択していただいても構いませんが、後半フォルテ3つから始まります21小節目からは12小節間同じ形が連続していますので、ずっと押さえっぱなしにするとちょっと左手が持たなくなる可能性もありますので、もし後半弾いてるときに辛くなってきたら、もう D を開放を使っていただいても構いませんので、この左手のコンディションに合わせてうまくポジションを選択していただきたいと思います。続いてのポジションですが、7小節目からの2小節間と15小節目からの2小節間。ここは5弦の方限定の解説になるんですけれども、5弦の方は途中でオクターブ下げる部分があります。で、どの部分を下げるかといいますと、まず7小節目から2小節間を弾きますと、もともとの楽譜はこのような形になっています。で、5弦下げる部分は S の音になります。で、まず最初前半は、弾いた後最後の S をオクターブ下げます。でそして後半シンコペーションの形になっていますが、もともとはこうなってますが、真ん中の S の8分音符を16分音符に分割して、後ろの16分音符の S をオクターブ下げる形になります。もう一度ゆっくり弾きますと、オクターブ下げる場合はこのようなポジションに。冒頭から今のフレーズが33小節目まで続きます。でしばらく休みが続きまして、あとは弦の伸ばしが続いていきます。でその入る部分が44小節目ですが、ここはもうピアノになっていますので、もうダウンから入って弓先で終わるようにしてください。それ以降も同じ形になります。でピアニッシモになります。65小節目ですが、印字されている楽譜によってはアップの表記もあります。ここもダウンで弾いていただいても構いません。でピアニッシモになっていますので、少し真ん中あたりから始めていただいて、うまく弓先で終わるように調尻を合わせていただきたいと思います。はい、今日は短いですけれどもここまでとさせていただきます。で5弦のオクターブ下げる部分は指揮者によっては下げないでほしいというふうに言われる場合もありますので、まず下げる前に必ず指揮者に確認して、下げてもいいかどうかを必ず確認するようにしてください。1回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。